はい、こんにちは。えー、今回は、えー、グラフの合成、まあ、丸1とね、えー、いうことです。うんと、1番、2番合わせて、えー、と1分以内、ね、サムネにもあるようにね、えー、すぐ、えー、グラフをパーンとかけてみ、えー、てください。はい、じゃあ問題はこんな感じだけど、えーと、次の関数のグラフ。えー、ビブ用いずに うんねあえー、と描くことができます、ねうんまあ、なのでこういうようなのを描くことができるというやつでね、えーとまあ、何でもかんでも微分法なしで描けるっていうのはちょっと現実的じゃないんやけど中にはこうやってね簡単に描けるものがあるよっていうのを押さえるといいですじゃあまずカッ1番からいこうか はいもうねいきなりねまあサムネにも答えあるしね、えー、まあこうやって載せてしまいました、えー、と e の x 乗足す e のマイナス x 乗っていうやつこれなんかはねすぐ、えー、とグラフを考えることができます書くことができますでね、えー、と e というのは自然体数の定ね2.718点点点点点っていうね、えー、いうねご存知の、えー、値です、うん、でまあ指数関数のグラフやねんけどね、えー、でそのまあその後にこんなんもくっついている。 はい。でね、それはね、えっ、ー、と、このね、e の、x、y コル e の x 上のグラフと、それから、えー、y コル e のマイナス x 上のグラフからすぐ、えー、答えがこうやって書けるよっていう、そういうのを言おうと思って。 どういうふうにして、えー、と考えればいいかって言ったらね、うんえー、これね、y1 イコール e の x 上というふうにちょっと 1, 1っていうね、掃字つけてみようか。y2 イコール e のマイナス x 上っていうふうにしてみようか。どっちの y かわけわかんなくなるから、えー、一応ね、それがステップ1。y1 イコール e の x 上、y2 イコール e のマイナス x 上のグラフを書くというね、いうこと。うん、で、A、y イコール e の x 上のグラフはこっちがこうね。 で、から、y イコール e のマイナス x 乗ってのはこれね。です。で、ステップ2は、えー、ある x 考えたときに、えー、このよしきのね、y っていうやつは y1 足す y2 やからね、えー、y 座標を2つ足せばいいという、そういうことやよ。なんで、えっ、ー、と、このピンクのとこが、例えば x がこうやったら、こう縦にスパーンと切って、えー、こやつと、えー、こやつ足し合わすっていうね、そういうことやね。えー、これが y1 で、これが y2 か。 二つ足せばいい、ね。今 Y1 の方をよいしょって上持ってきて、ここに足しましたみたいなね。あんな感じになるわけよ。ねえー、これ Y2 か。Y2 の方をよいしょって持ってきて Y1 の方に足しましたっていうことやね,ね、うん。で、えーとまあ、右から行くと Y2 の方をね。 こうやってね、0に近づいていくからね。えー、だから足されるものが、ビビたるものが足されるという風になって、えー、とある X で、えー、こうやって上に足すよ、とある X でこう上に足すよ、みたいな感じにすれば、簡単にかけるってね、そういうことです。まあ、もちろん X が0のところは、えー、と1足す、1で2っていうね、そんな感じ。はい。まあ、こうやってね、すぐかけるってね、いうこと。 はい。で、ちなみに、えー、一応もうこれグラフ書け、かけんねん、かけんねんけど、えー、最小値2というね、ここ2やねんけどね。えー、まあそれを出す場合は、えー、本は実は微分法を使わずに、 相関平均相乗平均の関係って出せるよ。うん。e の x 乗との e のマイナス x 乗ってね。まあ、マイナス x 乗、ちょっと慣れてない人は分数に直したら、まあ、こんな感じになるわけやんか。で、相関平均相乗平均の関係ってたかってね、かけて、文字が消える形の時によく使ったりすんねんけど、2ルート ab というやつ。うん。はい。まあ、えっと、うん。 えちょっと忘れたってさ、確認していただいて、えー、それで2っていうふうにこうやってできます。まあでも、えっと、最小値はね、えー、っと、今2以上って言ったらね、2以上って言っても最小値3か4か5か6かわかんないからね、いろいろ考えられるから、だから、えー、この不等号の統合が成立するのを言っとかなきゃいけないんやね。 まあなんで、統合終わってたら、えっと、覚えてる通り、a イコール b っていうね、いうやつ、イコールで結んで、つまり分母払って、e の x 乗の2乗が1役し、で、e の x 乗っていうのは正やから、だから、マイナス1はなくて、1っていうね、正のものっていうふうにして、そしたら0乗が1っていうね、x0 の時、まあまあ、答え書いてあんねんけどね。 ね。あの時にえ、ちゃんと不等号の等号が成立するから、だから、A、2というのを取りますよってね。こうやって端っこにあるけど、最小値2っていうのが出てきます。まあこれはちなみにっていうね、えー、ことで、えー、本文はまあ関係ないんだけど、一応こうやって相加相乗で出てきますよっていうのをちょっと言っとこうと思って。はい。まあな、続いて2番も行こうか。もう1個練習してみよう,うん。ただね、1番2で割っただけです。ね。 一番よりっていうふうにやると、単独で出た場合に対処できないから、これはどうすればいいかって言ったら、うん、今度はね、y1 と y2 足して2で割るから、えー、だからとある x をこうスパーンと考えて、中点取っていけばいいわけやね。ねうん、えー、こことここ真ん中、こことここ足して真ん中ってね。で、y 軸対象、左右対象なのは、まあ、わかると思うからっていうふうにして、答えをこうやってシューってこう書けるわけやね。 なので、えー、最小値は1と1で2になるけど2で割るから1というね感じになるはい中点を考えればいいとねもうシンプルに書いてありますはいでちなみに1番も2番も、えー、このね関数のグラフっていうのは曲線、えー、カテナリーっていうね、えー、懸垂線って言われるね曲線です、ねうん、でどういうものかって言ったら紐の両端こうね 両端を、えー、と持って、えー、こう垂らした時のこの曲線。これがカテナリーです。うんまあ、1番、2番、ちょっと係数の違いはあるけどね。うんえー、垂らした時にできる曲線ってね。いうことで、えー、みんな、えー、とおなじみの縄跳びの縄です。うん、なので、えー、これね、結構縄跳びの縄。 ぽい感じがしますね、うん、なんで確かにっていうね、そんな感じで確認してもらったらいいかなと思います。はい。まあ、てなわけで、このね、1番も2番も、微分してもいいんやけど、微分しなくても、すぐ外形は見た瞬間にパーンと書けるよっていうね、のを練習しといてほしいかなと思います。はい。っていうことです。じゃあ、今回はこれまでです。ありがとうございました。